はようございます。おはようございます。いや、今日迎えましたね。ホーム開幕戦、なんかワクワクするよね。いやまだね、人は入ってないんですけど、うん、これが入ったらね、今日5000近く、うまくいったら5000いくみたいなこと言ってたから、5000入れば、5000人入れば、もう結構ね、もうスタジアム全体の、入ってる感が出るから、今、2時間前 ?3 時間前 ?3 時間前?3 時間前か。楽しみだね。面白そうなものが見えてきました ね。これが何？俗にふわふわってやつ？みたいですよね。すごいねこれ。大原さんね、迫力あるね。すごいっすね。じゃあいいっすよね。すごい子供たちが喜びそうな特注でしょ？子供たちいいわ。またサッカーとはね別にスタジアムに来てね、はい、こういうものを楽しんで非日常の空間をね味わえるといいですよね。逆にこれ遊びに来たいっていうので来るっていうのなんか全然すごく一つのいい楽しみ方です、ね、いやこれは本当に面白い試みというかすごくいいと思うね。こうやって私今この早くも来られた方たちがなんかちょこちょこ写真を撮られてますね。これ映えるでしょ。本当ですね。おお、これは楽しいわ。すごいですね、シギさん。これは楽しい。うわ、これはすごい。広いですね、中。すごいね。うわ。苦労してる。2社子供だからやっぱ入り口もちっちゃいからですね。すごいよこれ。でも中は広いし、これ面白い、すごい、これはマジで面白い。これいいっすね。おなんか大人だと楽しい、子供に帰ったような楽しさがあるよね。はい、これは面白いね。意外とあれだね、外から見てるのと中に入ると広さが全然違うというか、確かにこんなに広いんだと思う。これなら子供たちいっぱい入っても全然遊べそうですね。大丈夫ですね。おお止めます。ありがとうございます。ありがとうございます。ラミティすごいよね。ついにラミティの、ありがとうございました。大型ふわふわ嬉しい。しげさん、前回の時にお話した楽しみにしてたキッチンカーですね。いや本当にね、結構評判がいいんだよね、うん、キッチンカー、その美味しいっていうところでね、うん、サポーターの方々もいろんなものが選べてね、いいんじゃないですね、うん、でそこにプラス美味しいっていうのがねあれば、早速買われてる人たちもいらっしゃいます ね。もうオープンしてんだね。迷うよねこれね。いや本当に、うん、本当におすすめです。こんにちは、よろしくお願いします。すごい団子だって。本当ですね、うまそうだね。はい、炭で焼いてます。炭で焼いてんだ。はい、炭で焼いてます。すごい、いや美味しそう。すごいなんかあ、いい焼き目ですね。そうです、結構本格的に焼いてます。食べてくださいってことはないんだね。食べてほしいです。大丈夫です。また来ます。ありがとうございます。やっぱお客さんが入ってくれると嬉しいよね。いや本当にそうですね。運営側はね、で選手もやっぱりスタジアムにね、お客さんが入って満員のスタジアムでやる選手たちって幸せだと思うし、それ以上にやっぱ彼らのね、この期待っていうものをね、やっぱグラウンドで表現する、戦うっていうことであれば非常にこう大事なことだと思うんでね、はい、でも何かのきっかけでやっぱりここのチームのファンになったわけだから、ね、そういうきっかけをたくさんね、僕らがこう作ってあげる、うん、ってことがすごく大事だし、まあ、このね、メディアを使って発信していくっていうことだったり、
まあ、すごく本当大事よね、きっかけ作り。こんにちは。こんにちは。わあ、やっぱニアちゃんニアちゃんほら。あ、これは撮影会？撮影です。こちらこちら撮影会。こんにちは。出口となります。すいません。これみんなもらったんだ。こちら。あ、こんにちは。すいませんはね、創設以来ずっと。本当ね、昔から、うん、勝っても負けても応援してくれてる方です。YouTube 見ました？はい、見ました。ありがとうございます。我々の気持ちを代弁していただいて、言えないことを全部しげさんが言ってくれたので、もっと言いますから。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これからもよろしくお願いします。ぜひ坂井さんの方にもお伺いしたいんですけど、はい、やっぱこのSG 相模原ってチームの魅力とか、この祇園スタジアムの好きなところとかってあったりしますか？かっこつけて言うわけじゃないんですけど、魅力はシゲさんが最初に言った共に育ち、共に戦う、要するに我々と一緒に作っていくものだと思ってます。はい、 そこに今新しい流れが今来てますので、まあ、切磋琢磨しながらまた作っていけばなと、僕らの町の僕らの誇りであってもらいたいなと思います。はい、本当頼みます、頼みます、本当にまた J2 行きましょう、行きましょうよ、はい、今治の感動もう一つ、もう一度こう新しい、引っ張って僕が見て新しい方々も多いんだけど、やっぱ昔からこのチームを応援してくれる人たちのその顔ぶれというか、顔もすごくやっぱこう覚えてるというか分かるよね、うん、まあ、それがだから一つずつ増えてると思うし、本当ありがたいよね、うん、本当にたくさんの人が詰めかけてくれてますね。だって彼らなしでチームはね、こう回らないし、やっぱ彼らの支えがあってのクラブだと思うんでね、そこをやっぱクラブも大事にしなきゃいけないし。こんにちは。お、あったかい。どう、かっこいいね。今日何時から並んでんの？4時間前ぐらい。9時。ご苦労様です。すごい綺麗これ。ね、握手しまいな。スクール生なんだから。あ、スクール生、頑張って。もっと日本代表だよ。将来ここでプレーできるようにね、プロになって。頑張ります。頑張って。お父さんの言うことをしっかり聞いて。もう聞かないから。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。サポーター歴何年ですか？6年目ぐらいですかね。あ、じゃあ、J3 になったぐらい。そうですね。そうだね。まあ、ちょくちょくは来てたんですけども、正式に来てもらったのは6年ぐらい前ですね。SG サミは好きですか？好きです。もちろん好きです。じゃあ今日勝つ試合を期待しましょう。はい、よろしくお願いします。で、今シーズンどんなことに期待してますか？まあ、面白いサッカーを見ていただければと思ってます。いや、去年の後半あたりからやっぱり選手が変わってきて、監督の出してるサッカーっていうのが出てきたのかなと思っているので、そういうサッカーを継続していく上で、先進加入の選手たちが頑張ってまた一段上のレベルに上げてくれて、もう見て盛り上がるようなサッカーを繰り広げていただければかなと思います。望月の応援歌お願いします。望月、はい、いらっしゃったので望月コールいきましょう。いやいやいや、嘘、冗談冗談、ごめん。しげさんとお話ししている人たちを見てると、なんか本当に優しさってものがなんか伝わってくる人たち、ね、まあ、好きだよね、本当にこのチームのことを愛してくれてるというか、うん、好きでいてくれてる、本当に本当にこうありがたいとかね。石屋社長、そして望月編集長の登場です。拍手。たくさんの人たちにもっともっと相模スタ倍増計画ということを打ち出した中で、もっともっとですね、今来てくださってるお客さんに、もっと2回3回と来ていただくことももちろんそうですし、
加えて周りの友人の方だったり知人の方、ご家族の方、まあ、職場の方たくさん誘っていただいて、来たいなと思ってもらえるようなホームゲームを作ることもそうなんですけれども、そういう呼びかけをぜひしてほしいなというふうに思っています。ファンクラブ特典として入会いただくと、もちろんお金はかかるんですけども、それよりも、チケットが、2枚ついてくるので、もうそれだけでお得だということと、あとは、トートバッグの、あの特製のグッズをもらえたりですとか、あとは試合前のウォーミングアップ見学だとかもできますので、ぜひ、入ってない人は、入ってほしいなというふうに思います。やっぱり僕15年やって本当に皆さんのおかげでこのクラブがこう成長していったってのは一番実感してるんですよ。本当に最初ゼロだったんですよ、サポーターから何から。でも本当にいろんな人がここのクラブを支えてくれて、まあ一番いい時 J2 まで行ったじゃないですかね。やっぱ本当に皆さんの力っていうのが本当にこう身に染みてるんで、それをやっぱり西谷君がに伝えて、やっぱりサポーターを大事にしなきゃいけないし、地域を大事にしなきゃいけない、それでやっぱりクラブの価値っていうのが上がっていくんで、まあ、そこをもう一度ね、もう本当にこうやってほしいし、早くこうもっともっとこの相模原 SC 相模原というね、全国に発信してほしいですよね、はい、温かい拍手をお送りください。どうもありがとうございました。いっぱい来てくださってましたね、はい、ああいうことをやっぱサポーターにやっぱりね、直接話をして距離感というのはすごくこう縮まると思うし、すごく良かったですね、はい。今日の開幕戦は、いやもう本当になんかクラブ全員で、うん、ものすごいこの2週間で、うん、お客さん、うん、集客のところでなんかすごく尽力していただいたので、なんか今日なんかすごくいい雰囲気でなんか試合ができると思う。お客様なんか入ってくる5000人ぐらいなんかね、だから J3 じゃやっぱ、ね、5000人は結構すごいな。まあ、それにそう期待投与でね、結果を求めないといけないです。なんかもう一回後にロッカールームに葉っぱかけて葉っぱより、うん、まあ、葉っぱかけて葉っぱかけて、はい、頑張ります。岩上が決めたね、ワンチャンスを。
いや、このお客さんが喜んでくれる一点になりましたね。ね、スーパーシュートでね。しましたね。いやー、よかったね。本当5000人近くのお客さんが来て、かつ試合をね見せれたんで、うん、よかったと思うし、まあ、開幕2連勝だからね、はい、本当にこうどん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 チームがこう、ね、上り調子で上がっていけば、お客さんいっぱい入って、うん、やっぱそれが一番大事だね。お客さん入った時に勝つ試合を見せる、うん、まあ、そういった意味では選手本当にご頑張ったと思います。スタジアム全体の一体感みたいなのがね、今日のゲームで見れたよね。でしょうね。まあ、お客さんも非常に楽しかったんじゃない？うん。全然帰らないし。本当ですね。うん。選手たちを今回りながら、選手たちのことみんな待ってますね。本当にいい。スタートダッシュだね。ですね。いや、本当この期待が持てるっていうのが前回お話出た中で、本当に期待に応えてくれるような。それとやはりね、こんだけお客さんが入ったら、もう選手もおのずとやるでしょう、うん。いや、また次の試合が楽しみになりますね。琉球戦もなんか琉球もね、なかなか選手もいるし、手強い相手だと思うんですけど、まあ今本当にこうチームが乗ってると思うので、またこのホームでいいゲームを期待したいですね。そしてまた。お客さんがね、一人でも多くスタジアムに来てくれるように、はい、期待しましょう。サガミスター倍増。